左に出してジャスミン・ハーパー、もう一度戻して高い位置、駒澤ショットクロックは10秒切ってくる、自ら中央中に切り込んで打っていきます。決めてこれで3点差。ちょっとまだ佐賀の方が先ほどのこう空気を引きずっているようなところがあります。ショットクロックはすでに4秒、3の位置から決めていきました。速い攻め、このスピードもガルシアの魅力。しかし奪った、さあ来ているから、鎌田決め切る。速いパス回し、西がチャップマンの壁は越えられない。ショットクロック5秒、中に入れてマッキントッシュはファールをもらっていました。今の場面、この西からの速い展開、西、ガルシア、そしてマッキントッシュ、外に出してマッキントッシュ、中にはファイがいます。3の位置からこれで追いつきます。回り込んで西川、さあガルシアに渡ります。ただガルシアには固いマークがある。中に入って外へ出す、3の位置から決めていきました。3がここでひっくり返します。切り込んでくる、ショットクロックは5秒、外に出して今度は鎌田だ、決めていきます。鎌田これで6得点。細かくパスをつなぐ、ショットクロックは7秒。ジャスティン・ハーパー、ここはしのいだ、どうする、時間がない、3の位置からこれを切り切った、腰がひっくり返します。松山今日2本目のスリーポイントです。中央から突破、外に出してまだ時間は十分にあります。3の応酬だ、越谷一気にリードを広げます。リードを5点に広げます。一気にエンジェがかかる。これに対して重戦者が攻め込んでいきました、佐賀です。このガルシアに対するもちろん越谷のマークというところもあるんですが、隅田左から西川、自ら打っていく、3を狙う、決めてきます。これで追いつきます。佐賀はここは外を使いながら3を狙っていく。ここも決めてきた25番隅田です。さらに今度は隅田、外に出してガルシア、ここには鎌田がつく、ガルシア決め切りました。マンツーマンでディフェンス仕掛ける越谷、中に自ら入る、決め切りました。ガッツポーズが出たガルシアです。回り込んでガルシア、ファイを壁に使います。切り返してここも決めてくる。昨日以上の点差がつきました。52対69。